こんにちは。スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。さあ先日東京マラソンが開催されて、もしかしたらこの動画のご覧の中にも参加したりですとか、もしかしたら応援に行った方もいらっしゃるかもしれませんね。お疲れ様でした。もう私はああいうイベントが大好きで、もうこのままね、ぜひ東京オリンピック2020年にありますけど、今回そこね、うまくこのイベントをうまく使って開催できればなと思います。今回過去最高人数の海外の方が参加してくれたらしく、その海外の方にアンケートを取ったところ、50人に聞いたら、50人とも2020年はぜひ東京でやってほしいと。こんな清潔だからぜひおすすめしますということでした。もう結果どうなるか楽しみですけどね。皆様いかがでしょうか。では、今日の子育てのヒントに行きましょう。今日の子育てのヒントはこれです。キッズスキル、その2、スキルを決めるです。前回、問題イコールスキルの欠如という認識ができました。じゃあ、親とか指導者からすれば、こんなスキルが子供たちに必要じゃないかなっていうのを自分の中で考えてるんですけど、この2番目のスキルを決めるのところでは、子供から OK をもらうっていうことが大事なんです。解決思考ですので、子供が自発的に考えて動いていかないと、このキッズスキルっていうのは進んでいかないんですね。だからこっちから一方的にしつけようとか、指導しようと言っても始まらないんです。子供に提案をして、その子供から OK をもらうことがすごく大事になります。で、ここにも、青字で書きましたけども、可能であれば、これは年中さんから年長さんぐらいになってしまうと思うんですけど、子供からスキルを引き出した方がいいんです。うまーくヒントを出して、じゃあおねしょを直したいのか、ちょっと何なのかっていうのは、人におもちゃを仲良く遊ぶなのかわからないんですけど、うまーくお母様方が質問をして、子供から答えが出てくる。人間っていうのは自分が言ったことっていうのはやろうとする意志ってすごく強いんですね。自分からやろうとしてる。やらされではなくなりますから、そういう、技をうまく使っていただくといいと思います。今回はキッズスキルその2でした。ありがとうございました。